トビアス・リンデロートはスウェーデンの元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。1978FIFA ワールドカップスウェーデン代表のアンデシュ・リンデロートの息子としてフランスのマルセイユで生まれた。これはアンデシュがマルセイユを本拠地とするオリンピックマルセイユに所属していたためであった。1996年に父が監督を務めていたイフ・エルフ・スボリと プロ契約を結び選手経歴をスタートすると、1999年に、父と共に、ノルウェーのスタバイクイフに移籍した。2001年1月、イングランドのエバートン FC へ移籍したが怪我の、影響により思うようなプレーはできず2004年に、デンマークの FC コペンハーゲンへ移籍した。コペンハーゲンでは、首相として、チームを牽引しリーグ優勝2回に貢献し、 UEFA チャンピオンズリーグ2006から07では予選ラウンドを突破しグループリーグに進出した2007年6月12日トルコのガラタサライと3年契約を結んだが慢性的に股関節の怪我を抱えていたこともあって出場機会が少なくなり2010年1月22日に契約を解除された11月12日現役引退を表明現在は 父のような指導者となることを目指している。スウェーデン代表としては1999年の南アフリカ戦でデビューすると長きにわたって守備的 MF を務め、豊富な運動量を武器に中盤の攻守のようとして活躍 2002FIFA ワールドカップ UEFA ユーロ o 2004-2006FIFA ワールドカップに出場した。その後は怪我がちとなる UEFA ユーロ o 2008では 代表メンバーに招集されたものの出場機会はなかった。スウェーデン代表での通算成績は国際 A マッチ76試合出場に得点。ありがとうございます。